一つジャンルのゲームの実況をしている人が他の有名ゲームをしても再生取れる予報がありますか？現状再生数が3割ぐらいになります。どういうファンがいるかって話で、このゲームが好きだからそのゲームの動画を見るっていうファンがいる場合、そのファンが多い場合は、ゲーム変えると興味ないから見なくなるんですよ。例えば僕はクラッシュロワイヤルっていうゲームをちょこちょこやってるんですけど、なので、クラッシュロワイヤルの動画を上手い人がやってるんだったら見るんですけど、じゃあドズルさんってクラッシュロワイヤル上手い人がいるんですけど、じゃあその人の動画を見ますと。で、僕が全然興味がない、じゃあ恋愛シミュレーションみたいなのをドズルさんがやってたとしたら僕は見ないんですよ。だって興味ないもん。なので、ドズルさんファンの人であれば、じゃあクラロワンを見るし、ドズルさんが恋愛シミュレーションやってキャッキャフフしてるのも見るかもしれないですけど、僕が興味があるのはクラロワであってっていうことなので、自分の持ってるファンっていうのが自分自身のファンなのか、ゲームのファンなのかっていうので、自分の動画のゲームのファンで最初来るんですよ、大体。検索でね。でもそこの動画を見て、あ、この人面白いなって思わせて、自分のファンにいかに切り替えるかっていうところをやらなきゃいけないんじゃないかなと思います。なので、僕例えばじゃあゲーム実況やりますっていうので、ゲーム実況やって、この話のオチを考えないで喋り出したな。で、そこでじゃあクラロワを僕がやって、クラロワファンの人が来たとしても、多分僕がじゃあ1時間半ダラダラ喋ってるような録画を上げたとしても、再生しないと思うんですよ。だって僕のクラロワテクニックが見たくて来てる人なわけだから。なので、そうじゃなくて、1時間半ダラダラ喋る方に人を呼びたいと思うのであれば、クラロワの中でいかに面白いことを言うかっていうのをやらなきゃいけないんですけど、でも別に僕1時間半の間面白いこと言ってないんですよね。